誰誰でもいいじゃない、止まない雨はないじゃない、明けない明けない夜はないじゃない、ないじゃない、いいじゃない、明日は必ず来るじゃない、トラブルだってあるじゃない、あるじゃない、あるじゃない、なんせワンマンはもうとりあえず初っ端からノリノリで来てくれ、待ってますよ、待ってます。トメさん、せっかくなんで、うん、質問があって一個だけやりますか。うん、やっちゃってください。質問コーナー。質問コーナー。どれにしましょうかね。じゅんちゃんへのご質問。これスタンダードでいいんじゃないでしょうか。結構言ってんすよね、俺。あ、そうなんだ。じゃあ、お任せで。これについていきますか。あ、じゃあこれで。名前出していいですか。はい。お名前。お名前。ゆうゆうさん。ゆうゆう星さん。すっかり寒くなってきましたね。はい。はい、というわけで、好きな季節は何ですか、ともやさん。俺？はい。俺？もちろんです。すっかり寒くなってきましたね、はい、というわけで、はい、好きな季節は何ですか、ともやさん。夏ですけど。お、なんでですか、なんで夏ですか。だって寒いの嫌じゃないですか。いや、俺暑いのの方が嫌っすね。マジで。いや、あ、真っ向から対立。いや、だって、うん、俺冬、まあ、11月17日生まれなんですけど、うん、いや、お誕生日いつですか。俺2月。冬じゃないですか。真冬。ね、ほら、寒い、寒すぎて痛いから。あ、でもあれですもんね、育ちが全然違いますもんね。あ、そっか、そうだ、俺東北だし、僕はもう神戸なんで、まあ、神戸、まあ、まあ関係ないですけど、俺はもう断然冬の方が好きですね、夏より。なんてっていう。冬の方が絶対好きですね。そうか、冬マンか。冬の方がなんか、うん、冬の方が晩ご飯がゴージャスな感じしません？なんか、なるほどね、なんか、うん、シチュー。確かに、 確かにね。夏マン。夏マンだから。そう、そう、鍋とかね、うん、なんかね、俺はね、さっぱりしたもんが好きなんですよ。そうめん、そうめんとか、はい、うん、きゅうりかじんのとか好きですけどね、夏の。ああ、いいね。あの何の話。カッパ系だからね。カッパの鳴き声ってどんなんなんすかね。俺聞いたことあるもん。マジっすか。聞いたことある。東北にはいるんすか。いるもの。いや、もう、じゃあ改めてもう一回お願いします。トモヤさんが東北で実際聞いたというカッパの鳴き声、どうぞ。本当だ、本当だよ。やばい。今なんかトモヤさんがなんかあーあーあーって言った後に、俺の笑い声もちょっと結構やばかった、カッパっぽかったですよ。だからこの辺が緑色になってました。もうカッパが、まあカッパも、カッパだから冬ですよ。あ、違うか。あれ、なんかホワイトカッパ伝説とかあんの。クリスマスカッパが。あかん、俺今日は。あかんわ。ほら、もうゆうゆうさんのお便りがこんなことになっちゃう。ゆうゆうさん、誰もカッパの話してない してないし、どの季節がって言ってんのに、カッパが好きだみたいな。カッパでもなるな。大変だよ、もうすごい。ちょっと待ってください、俺もあかんわ。いいね、カッパって、うん、どの季節よく出るんですか。もちろん夏ですよ。夏っすか。もちろん夏ですよ。セミみたいな。あれ、カッパってそうか、夏か。もちろん。あ、冬凍ってますもんね。凍ってるもん。カッチカチだもん。冬のカッパは。ホワイトカッパになっちゃってるから。冬になっちゃった。ごめん、あの。俺今飲み行きたくなってきた。お腹痛い。ちょっと待って、ちょっと喋っといてください。俺あかん。じゃあ次のお便り。夏冬、
夏冬、うん、じゅんさんがギターを始めたきっかけは、きっかけとか、あ、ごめんなさい、埼玉県にお住まいのエリパイさんからの質問ですけども、じゅんさんがギターを始めたきっかけとか、きっかけ、いくつでギター始めたんですか、知りたいです。俺がねドラムを始めたきっかけは自分で言う自分だよ俺もね、年がバレるんですけど、あのチェッカーズが大好きだった。あ、ロンリロンリロンリ、はい、藤井フミヤさん。ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよ、ナイフみたいに笑って触るものみな、パッパン傷つけた、ベベ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 、あーあー分かってくれたのは言わないか、パパソソパンですよめっちゃ歌いましたよ、はい、俺中学の時カラオケで、うん、その有名じゃないですか、うん、全然ちょっとリアルタイムじゃないんですけど、うん、すっげえ替え歌にしましたけどね、もう赤を言われてきてもう涙が止まらへんで、いくつでギターを始めたんですか。ね、うん、ギターを始めたのはあの中学校2年生のお年玉でギター買いました初めて。中学校2年生、はい、14歳、14歳の、そうです、14歳のだから冬ですよ冬だ、冬の冬がいい、ホワイトギターですよ、で始めました。僕は10歳、はい、10歳で叩き始めた。マジっすか、うん、10歳って小4っすよね。小4のいつですか、冬ですか、夏だね夏やっぱ夏だよね夏、うん、セット買ったんすか。いや全然、茶碗とかで、近所の公民館にドラムセットが置いてあって、はい、でそこで受付で署名をして、はい、そうするとあのダーターでタダでずっと、あ、ダーターでね、ダーターで叩けるからっつって、はい、入り浸りで、へえ、もちろんこうチェッカーズを流しながら、ああ分かってくれと言わないがそんなに俺が悪いのか、パパそんな歌詞ないよねねえそうですね、そうそうパパそうそうそうパパそうカッパの鳴き声じゃないですか今のそうそうパパそうそうカッパだって俺今年カッパ釣りに行ったもん岩手県のね、カッパブチっていうところ、カッパブチ、カッパブチっていうところあって、はい、車でそれこそ5、6時間かけてカッパ釣りに行って。餌なんなんですか。キュウリやっぱキュウリなんですか。そう、地元のおじさんが、はい、育てた有機栽培のキュウリを渡してもらえる、はい、カッパ捕獲許可証っていうのを買うとくれるので、これ釣ってくれっ て、これで、まあ、やってみろよと。そう、え、それで取れたんですか、カッパ。危なかった、俺引きずり込まれるとか、うん、危なかった危うくカッパの餌食になるとか。まあでもね、カッパも餌探してますしね。腹ペコ、じゃあ人食うんすかね、じゃあいっぱい食べられた人いるからねマジっすか、うん、犠牲者。あ、でも、うん、カッパのなんかあの甲羅ですか、うん、あれは飾ってるとこ見たよ、なんか見たことある、カッパの甲羅です、ね、そんな残酷なことしてるから逆襲が始まるんでしょなんですか、ね、カッパの干からびたんかな。ミイラとかあるもんね、あの ありますあります、ね、それ見ました見ましたね、えどっかで、うん、欲しいわ欲しいカッパね、うん、もうでも質問をギターの話して、あ、そっか、またカッパの話カッパ質問がカッパの話になっちゃうんだよねいつも。あー今日あが、うん、これ延長戦はいつまでやってんの。もうそろそろですね、もうそろそろ、これダメですよ、これはダメですね、やっぱカッパ、カッパなんだね、これ。じゃあ名残惜しゅうございます。そうですねちょっと疲れたね、なんかみんな ごめんね、笑いすぎて、みんなも笑ってたんちゃうん。ゲラって久しぶりに聞いたわ、ね、ガニッパって何、わかんない、あの JB のあれじゃない、歌じゃないガニッパ、笑い疲れた。普段
お酒の飲みますよね。飲みます、たしなみます。たしなむ、はい、たしなむ程度でございます。居酒屋とか行くんですか？うん、行ったり行かなかったり、行ったり行かなかったり。カッパ系の酒みたいな、なんかありそうですよね。ありそうだね。なんか焼酎、焼酎みたいな、焼酎ね、芋焼酎、カッパ漬けのカッパキュウリ、まあいいや。俺酒飲めないんですよ。マジで？ちょっとしか飲めない。あ、そうなの。あ、でもちょっと飲めりゃいいよ。ちょっと、そうですね、うん、ちょっとは飲めます。カッパノイズやっぱなんかね、ガニオスとかね、はい、ホワイトカッパ伝説とかね。ちょっと変な話しすぎましたね。不思議な。あ、あのあれですよみんな、あのライブ T シャツ購入された方、着てきてくださいね。あのメンバー分もあるんで。うん、ただマジで、あ、はいはい、ただメンバー分はスペシャルバージョンです。お、いいじゃないですか。もう T シャツスペシャルバージョンなんですけど、うん、もう肩切って、もうへそ出しにして、マジで、でもオイル塗ってセクシーみたいなセクシーマッチョメンツ、セクシードリボン T シャツに。お、いいね。あのいややなそれ。まあ、T シャツみんな着てきて、みんなで盛り上がりましょう。やったしょ。であと11月17日にしか買えないグッズとかもあるんで、うん、そこんとこ一つよろしくね。あるよ、あのその辺チェックしてもらって。あ、言ってたじゃないですか、わがままハートっていうアクセサリーの、うんうん、アクセサリーあるよ。あんの？あります。やったよ。みんなわがままハート、うん、アクセサリーもあるんで、ぜひ身につけてください。うん、もうみんなカッパの名前になってますね。うん、あ、いかんね。そう、あのね、わがままハートの説明がちょっと、うん、あのできてなかったんですけど、うん、説明しましょう。お願いします。わがままハート定点。まず。ちゃんとしたシルバーアクセサリーのわがままハートデラックスっていうのがあるんです。ほう。で、それは完全なるシルバーで超高級に作られたやつなんで、うん、わがままハートデラックスは、うん、まあ、あのマツコデラックスからいただいたんですけど、デラックスは、おうおう、完全シルバーでペンダントトップで、これは完全受注生産になるんで、うん、注文していただいて作って完成するシルバーのやつが高いです。12,800円。12,800円。12,800円です。シルバーの方はね、受注生産になるんで、それはあの注文していただいて、でもう一つ、それはデラックスじゃないですか、うん、普通のわがままハートっていうのもあるんです、うん、それはあの素材が違うくって、うん、まあ物は同じなんですけど、うん、物は同じでちょっと色が違うやつなんですけど、うん、それは3500円で3パターン色があります。ほう。だからわがままハートのノーマルバージョンは3500円で手に入れられますよ。ほう。プラスチックじゃねえわっつうね、うんうん、ちゃんとしてます、うん、それがあのペンダントトップになってるように、例えば携帯のストラップだったりとか、うん、この腕のねブレスのとかにワンポイントピュッてつけたりとか、 あのいろんなアレンジができるようになってるんで、うん、遊べるんじゃないですか。まあ色は一応ですね、黒にピンクのちょっとデザインされてるのと、うん、ピンクに黒のデザインと、うん、あと金に黒のデザインが入ってます。あの合金っていう素材だからね、それは。それだけよろしくって感じです。